Okay, now let's move on to Inside Coots. Number one からいきましょう。Number one.The company made a blank investigation of the investment. さて、やはりですね、TOEIC の問題っていうのは品種の問題が非常に多いんですね。で、また TOEIC はスピードですね、時間との勝負ですから、パッと見てですね、ピンポイントに決まればスピーディーに品種の問題は解決できます。今回の問題はですね、直後にインベスティゲーションという名詞が置かれているわけですね。さあ、名詞を修飾する品種は何だったでしょうか。もちろん今日のテーマの形容詞なんですね。これちょっとご存じない方も多いかと思いますが、サローと発音しますね。徹底的なという意味の形容詞です。MI がつくと基本的に副詞が多いですね。サローリーというと徹底的にという意味の副詞です。The company made a thorough investigation of the embezzlement. Embezzlement はこれ横領事件、横領のことですね。TOEIC ってあんまり犯罪系、クライム系のネタっていうのはなくて、単語も少ないんですけど、エンベスルメントとか、あるいはインサイダートレーディングとかですね、そのあたりはまあ出てくるボキャブラリーになりますね。名詞を修飾しているか、形容詞をお選びください。Level 2 The blank format for the tournament has not yet been decided.さて、今回もやはりフォーマットという名詞に注目しましょう。名詞を修飾するのが形容詞ですね。exact ということになります。exactly これは会話でよく使いますよね。その通りですという時に exactly 言いますけれども、副詞ですからね、正確にという意味に なりますね。ということで、トーナメントの正確な枠組み、まだ決まっていないということでした。Number 3.Dining out in Tokyo can be a blank habit. さあ、やはりですね、直後に habit、習慣という名詞が置かれているというところに注目しましょう。名詞を修飾するのは形容詞ですね。どっちがこう単語のルックスとしてですね、見て形容詞っぽいかってことですけれど、ly がついているのは副詞って言ってたなということで、コストをね、お選びになった方いらっしゃるかと思いますが、ここはちょっと例外なんですね。costly habit。コストリーは実は形容詞でコストがかかる、お金がかかるという意味になるんですね。コストは動詞だとお金がかかるという意味で、名詞だと費用という意味ですね。東京での外食は費用がかかる習慣だ、まあ、そういった意味になりますが、さあちょっと整理しておきましょうか。形容詞に ly がつくと副詞が誕生する、まあほとんどですね、十中八九これなんですね。 ly の場合はね、nice に ly がついて nicely、素敵にというような感じです。で、一方でこれはケースは限られるんですけれど、名詞に ly がつくと形容詞が誕生するんですね。今の例ですけれど、コストに ly がついてコストで高価な、で他はこのぐらいでしょうかね。 friendly, lovely, daily、まあ、daily に準ずるものとしては yearly とかね、 weekly とか、そういう monthly とかね、挙げられますけれどもね。だから例えばドッグに ly をつけてドッグリー、犬のようなっていうのはダメなわけですね。ある程度使われるものは限られているということです。ちなみにこのラブリーっていうのはですね、愛らしいって今書きましたけれども、これイギリス人が1日に100回ぐらい使う形容詞ですね。どういうケースで使うと思われますか。 Do you accept Mastercard? マスターカード使えますかっていうふうに聞いた時に、そのお店の人がですね、ラブリーっていうんですね、 OK ですよって意味でカジュアルに使うわけです。で、まあ、アメリカ英語だとですね、fantastic, perfect, great、まあ、このあたりをよく使うようですけれども、ですから特に女性の方ですね、ご注意ください。まあ、こういうことをお店の方にね、言って、その店員さんが lovely と言ってきてもですね、あなたのことじゃありませんから、これは OK という意味なのでね、ご注意ください。本当によく使うフレーズですね。さあ、Number 4The editor read the draft blank and found some blank mistakes. 2つ問題が入っていますけれど、やはり品種の問題ですね。まず前半戦ですが、エディターが read、 過去形ですね、草稿を読んだということです。これちょっと大事なポイントなんですが、 read という動詞、まあ、今回過去形で read ですけれど、目的語を1個取るということが語法として決まっているんですね。ここで目的語を取っているということは何を物語っているかというと、 the end ってことを物語っています。
これはどういうことかというと、ここで文型が完成しているっていうことなんですね。言い換えると、この後ろに名詞が来られないということ。さあ、ここはしっかり押さえてください。なぜ名詞が来られないでしょうか。名詞は必ず働きがあるんですね。失業してちゃダメなんです。必ず文の中で主語、目的語、保護の働きをしないといけませんから、使えるかなってことですね。置けるかなってことです。置けません。なぜ置けないかっていうと、ここで文型が終わってるからなんですね。よろしいでしょうか。ですから、ここに名詞を置けるかどうか、文型を決定するのは、文のフォーメーションを決定するのは、すべて動詞の責任なんですね。だから英語力っていうのは動詞力と言ってもいいぐらいですね。動詞が後ろに取るパターンっていうのをしっかり押さえておく必要があるということですね。さあ、ということで戻りますと、ここで文型が成立しているってことは、まあ、名詞は置けないということですが、まあ、選択肢に名詞は、ね、入ってないわけですね。ケア入ってない。形容詞か副詞ということになります。さあ、ここで、整理しておきましょう。 careful 形容詞ですね。注意深い。形容詞の働きは2つで、名詞を修飾するか、あるいは保護になってないといけない。で、ここでは例えば careful draft のように後ろに名詞がありませんから、これをお選びになった方は保護として使っていると言わざるを得ないはずですよね。使えるかなってことです。保護として使えるかどうか、これ誰が決めるかっていうと動詞が決めるんですね。で、リードは SVOC を取れませんから使えないということです。よろしいでしょうか。で、まあ、もちろん積極法で考えてですね、注意深く読んだんでしょってことで、それはそれでいいわけですけれども、他の選択肢が消せるかどうかってことをですね、しっかり考えるようにするのが、ロジカルに英語を見ていく上でのポイントになります。注意深くドラフトを読んだと。そして Found some blank mistakes。 後半は名詞を修飾していますから、形容詞の common、ありふれた、一般的なというものを選びください。編集者は、草稿を念入りに読み、いくつかのありふれたミスを発見した。ナンバー5参りましょう。The vote was held with 10 blank と来ています。さて、プレゼント、先ほどね、ちょっと確認しましたが、現在のという意味でした。名詞を修飾する場合は現在のですね。で、保護になっている場合が出席しているという意味でした。で、今回前半、左側の方はですね、名詞を修飾していますから、現在の人々、どんな人なんでしょうね。後半は people present。これ単純に後ろから修飾してるだけでしょっていうふうに思われたかもしれませんが、まあ、先ほども言いましたように、これは who are がね、省略されているとお考えください。保護です。出席しているという意味になるのは保護として使った場合ですから、こちらが正解ですね。投票は10人の出席者で開かれた、行われたということです。 Number 6 She works in blank a challenging environment as the only woman in the company ですね。さあ、サッチ、そうですね、ちょっと意味は似てますよね。どちらもとてもというような強調の、単語になりますけれど、実はですね、これ品詞が違うってことをご存知だったでしょうか。サッチは形容詞です。で、そうは副詞なんですね。で、後ろにどういう形が来てるかってことを確認していただくと、 A challenging environment、 非常に挑戦的な環境というですね、名詞の塊が来ているっていうことなんですね。名詞を修飾するのは、そう、形容詞の働きですから、サッチが入るということなんですけどね。まあ、ここはもう語呂で入っちゃった方多いんじゃないですか。サッチは何々っていう言い方、よくしますよね。サッチはワンダフルダイとか、そのパターンですよ。ただ一応ですね、品詞が違うということを押さえておいていただきたいと思います。そうの場合はね、こういうふうにできないんですね。So challenging an environment という順番になるんですね。まず意味から確認しておきますと、彼女は社内で唯一の女性として非常にやりがいのある、チャレンジング、大変だけどやりがいのある環境で働いている、そういった意味です。さあ、サッチと、その区別ですね、おさらいをしておきましょう。品詞が違うということですね。サッチは形容詞ですから、名詞しか修飾できない、後ろには名詞の塊が来ていると考えてください。で、一方で副詞の働き、これは次回詳しくやりますが、名詞以外を修飾ですから、名詞だけ修飾できないんですね。唯一就職できる nice という形容詞が前に飛び出してきた感じになります。ですから so nice at home という言い方になるんですね。ちょっと最初違和感あるかなと思いますけれども、確かにちょっと硬い表現ではありますけれども、文法的に正しい表現ですね。で、そう型の副詞としてはですね、他にも as とか to とか how なんていうのがあるんですね。 how nice at home、 なんて素敵な
家っていうような感じでね、簡単文でも使えますし、このあたりは比較のところでね、もう一度出てきますから、ぜひ覚えておいてください。